芸能人がよく来るお好み焼き屋。ここのお好み焼き屋、芸能人がよく来ます。そば飯の発祥のお店だからです。そば飯は兵庫県神戸市のご当地グルメです。テレビでもよく紹介されてるお店です。神戸市の JR 新長田駅の近くにお店があります。 JR 新長田駅から徒歩10分くらいです。1500円くらいあればここのお店で2品くらい注文できて、お釣りが少しあるよ。お好み焼きにマヨネーズはかかってませんでした。ここのお店に来店された芸能人の皆さんです。具志堅用高さん、赤井秀和さん、博士太郎さん、お笑い芸人のロザン、武井壮さん、三田村邦彦さん、元阪神タイガース矢野明弘さん、パパイヤ鈴木さん、本社中の石塚さん、チュートリアル徳井さん、スリムクラブ浜田真理さん、トミーズの健さん、榊原郁恵さん、原田信夫さん、若い頃の千鳥と笑い飯、いろんなメニューがあるよ。そば飯や豚キムチ焼き飯、ちゃんぽん焼き、おむそばにエビ焼き、月見焼き、たこ焼き、ここの焼きそば美味しかった。皆さん、 JR 新長田駅周辺の焼きそば屋はちょっとレベル違うよ。マジで美味しい焼きそば食べるなら新長田駅チェックしといてね。 JR 三宮駅や JR 元町駅から電車で十分で行けるから近いよ。お店の名前、お好み焼き青森、そば飯の発祥のお店ね。今日はスーパーのたこ焼きに青のりとマヨネーズをつけて食べて寝ようかな。